はい、皆さんこんにちは。教育百貨店の平野と申します。塾の先生の人気ってどうやって測るんですか？めちゃめちゃ難しい質問なんですよ。それ人気って言っても、生徒から人気っていうパターンと同じ職種の人から人気の先生っていて、これねめちゃめちゃ難しい問題なんですよ。一部ツイッター界隈ではなんですけど、生徒から人気がある先生が正義だって言ってる先生と、生徒から人気がある先生は仕事できないから使えないみたいな風に言ってる先生たちがいるんですよ。まあ、もちろんツイッターなんで本物の先生かどうかって全く分かんないんですけど、あの先生は人気だよねってやっぱ口で言うのってすげえ難しいから、まあ、塾とかだとその先生の人気度合いを、いわゆる生徒アンケートってやつで完璧に測ってる。なるほど。塾もあれば、受講の取り消し率、例えば100人生徒が仮にいたら、1ヶ月あたり何人が受講取り消ししてるかみたいなのを数値で測ってやってる塾とか、塾によって様々なんですけど、まあ、そういう手段を使って先生の人気度合いっていうのを測ってるっていうのは事実ですね。じゃあその数値から漏れてしまってる人で人気の先生がいないかって言われると、そういうわけでもないってとこが難しいんですよね。上のクラスから人気、下のクラスから不人気、その逆ってのもあって、いわゆる全部から人気って非常に難しいんですよ。例えば合格実績的には上のクラスから生徒アンケートの評価が良くて、受講取り消しもなくて退塾もなくてっていう状態が理想だけど、上位の生徒ってのは一部ですから、ほとんどはその偏差値があまり高くない層で支えられてるんで、塾の経営っていうのは基礎からやらないといけない生徒の方が圧倒的に多いから、そっちから人気の先生の方が会社としてはありがたいっていうケースも当然考えられるわけですよ、塾によってはね。なので、そこら辺をどうやって会社が測定して人事評価に結びつけてるかってのは非常に難しい話かなと思いますね。なんかちょっと違う話になるんだけど、やっぱりイケメンの方が人気があるんですか？あのね、これはねイケメンの先生とか、あと可愛い先生の方が一番最初のやっぱ入りとしては人気ありますよ。ああやっぱり、ちょっと申し訳ない、前の先生があんまりで、次の先生がイケメンだったり可愛かったりして教室にいきなり入ったりするとうわーみたいなリアクションを取る生徒とか、男子なんて、あからさまにうわ可愛いとか言ったりするやつ、まあ女子もいるかな、うわかっこいいみたいな、いう子いるんで、そういう意味では有利かもしれないですね。ただやっぱね、授業があんま上手じゃないとその後の人気ってのは維持できないですよ。あ、そうなんだね。そうです、ブサイクでも全然務まるんですよ。なんでかブサイクで入ってるでしょ、生徒がうわーみたいな雰囲気になるじゃん、仮にね。で授業がめちゃめちゃうまいとね、イケメンに見えるな。イケメンだから全然ね、イケメンじゃなくても務まると僕は勝手に思ってます。まあでもイケメンの先生はイケメンの先生で、それなりになんか悩みとかはあると思うんですよ。イケメンの先生に悩みを聞いてみたいですね。まあそうですね、まあそういう人やっぱイケメンはお前じゃねえよ、お前ちゃうやろ。俺じゃない俺じゃないですね。木村先生、悩みあったら教えてください。あと例えば中学校の頃で覚えてる先生を思い出してくださいって言われると、やっぱ最初に出てくるのって担任の先生じゃん、で次に可愛い先生でしょ。知らない。じゃあそうなんだよ、多分。でこれって担任の先生で別にさ、おじさんもおばさんもいたと思うし、でもさ、いろいろよくしてもらったとか、授業が楽しかった、あの話が楽しかったとか、あんな相談乗ってくれたとか、こんなことしてくれたって、心のつながりがあるから覚えてるじゃん。やっぱり先生は、ハートだな。めちゃめちゃキザなこと言ったけど。かっこよくまとめました。かっこよくまとめましたけどもね。まあ僕なんかはもう、見てごらん。だんだんカピバラに似てきたでしょって言うと、やっぱ最初のつかみとしてはめちゃめちゃ強いっすよ。で生徒が、いや、だんだんじゃなくて、初めから見えてましたみたいな、ツッコミしてくる子もいるし、いや、いいじゃん。そういうの楽しいでしょ。それが生徒ね、覚えててくれてて。で、それで授業も楽しかった、分かりやすかったって言ってくれればそれでいいじゃないですか。それが塾だと、生徒アンケートとか塾を取り消し数とか、退塾率みたいなところに反映されてくるのかなっていうふうに思います。生徒が喜んでれば別にそれでいいのかなと思います。大事なのは内面っていうことで、そう、大事なのはハートです。はい、はい、では参考になった方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。